鶴子師匠お疲れ様でしたワンバンコ私が弁護士で俳優の隅田竜平でオマ、ま、ワンバンコ、はい、私がゲストの花房観音でオマ、ま、ごめんなさいあの共有してしまって申し訳ないですはい、はい、2週連続花房観音さんの登場でございます今週は えー、元者から今週ですね、発売になります。木曜日ですね。はい、はい、25日に発売になります。はい、平型日記、女たちのカウントダウンを引っ提げて、はい、はい、後ほどゆっくりこの作品についてお話をお伺いしようかなと思うんですけれども、はい、あのー、先週、えー、この番組収録した後、 花草さんとねちょっとご飯でも食べに行きましょうかということでまあお互いの家の近くの100万遍の方に向けてタクシーに乗りまして、はい、でまあ KBS 京都からねあの京都お住まいじゃない方にご説明すると、まあ、KBS 京都の前からその100万っていうところはすごい近いんですよ。 十本かかんないですね。かかるぐらいですね。<然>えー、うん。で、あのー、ちょっと近くで申し訳ないです、みたいなことを言いながらね、タクシーの運転手さんに言って、で、えー、ね、二人で、まあ、 どんな話だかな話かいや私はそれで考えたんだけど、はい、最初タクシー乗り込んだ時点ではまた熊田陽子の話をぶり返してたんですよ。<laughs> あそうでしたか、うん、ま,まあその中身はさておきまあそういう話を <laughs> あのしばらく、うん、10分弱ですかしておりましてで100万遍ついて降りる時ですよ会計の時にまあ運転手の男性が「いつも聞いています」と。<laughs> ねえびっくりしましたね山村美沙の本も買いましたっありがとうございますそうなんですよほんでそれで「あのあの今僕の隣にいるのは花房観音さんです」って言ったら「え花房さんですか!」えっ!」ってもろに収録帰りでしたね」で「あ今今収録してたとこなんですよ明日放送なんでまた聞いてください」って言ったら「山村美沙の本も買いました」っていうのほんまに熱心に聞いてくださってる方で口だけじゃないちゃんとそうなんですね だから、うん、やっぱり油断したダメですよねドライバーの方ってよく、ね、あのラジオ聞きながら運転されてる方多いんでんだから一応でも丁寧には、ね、私も花口さん多分、ね、のとこに近くですいませんみたいな感じで、うん、いいですかっていうような形で言ってたからただそっか熊田曜子さん話してましたか あ最初に、はい、だからあのちょっとラジオで話せへんかったんだけど僕こう思うんですよみたいな <laughs> でも逆にあの人の悪口じゃないからよかったかな悪口は言ってないですよねあの、うん、自分の分析を分析と展開を、うん、ラジオで話せない分析と展開を多分そこで言っててまたお得な思いをしてくださったのかなと多分ねあのタクシーの運転手さん、はい、なんかこの人たち収録終わっても熊田とこのしてるのかって思われたんじゃないかと思うんですけどまあしてるんですよいやーそうなんですよね そのね、あのやむにやまれずこういう収録の際に、まあね、話題にし,してるっていう話じゃないんですよね僕らもうほんまにんあのいつも普段から下世話な話をしてるというのが。だいうのが。皆さんに LINE する時って、はい、なんか下世話なニュースのねあった時にだいたい LINE してますしね私。あそうですね。で、うん、あニュース見ても分かります「花房さんから来るな」とか「<laughs> <laughs> 送らなあかんな」みたいなね。 大まあそれ以外の余地ってほぼないですよね。あの今週ですかね。この一週間で気になったニュースで言えば、も、ま、う、あ、花藤さんが反応するかなと思ったのは、うん、あの清原さん。はい。我々が大好きな清原和弘さんが YouTube での発言が炎上なさってるんですか。すねはい、ある何をおっしゃったんですか。あの新庄ビッグボスのことをはい、はい、ビッグボスをはいあのだからあの会見出た時にちょっとびっくりして、はい、で。 僕だけじゃなくて OB みんながもっとちゃんとした格好してくるかと思ったで僕だけじゃなくて OB みんなが不快に思ってるプロ野球100年の歴史があって川上哲さんから始まってみたいなそういうことを言ってあと PL 学園の後輩である立浪さんが金髪とかひげ禁止って言ってるけどもそれを批判する人もいるけど僕はいう服装とかきちんとした方がいいと思うってで最後にジャージの男新庄さんに負けない。 ないようにって、終わるんですけど、あの、全部ブーメランが。<laughs> えげつないブーメランですね。全部ブーメランで、あの、大阪の、ね、吉村さんのブーメランみたいな、あのですか、なん、その。えー、文通費ですか。あれより見事なブーメランが。あれも見事なブーメランで、あんたももらってたやろみたいなね、百万円になりましたけど。で、吉村さんは、ね、あそこからたら、らそうそう、あの、昔、巨人のキャンプをね、グラサンして、はい、白いスーツで。うん 真っ白の上下でね <laughs> そうどっからどう見てもそっちの人みたいな格好での画像が出されて <laughs> あとまあ全身ねあの入れ墨入ってるのとかまあまあ全身とかまあ一部に入ってますよね。とか、あのー、すごいブーメランがでその結局 OB みんなってあのだから自分がっていうのはいいと思うんですよそれは新庄さん批判する人はいると思いますけどはい、はい、自分がっていうのけど OB みんなって言って。はい え、なんで OB みんな代弁するのって話でしかも、うん、そのいやお前お前は何やったってるの <laughs> 清原さんの事件の時に清原さんに対して怒りを感じてた人もいるだろうし、うん、うそれはたくさんいますよね、うん、でまあ新庄ビッグボスって言動がまあ奇抜であと服装,服装が派手だけどうん、うん、スキャンダルもないしあのー。うん まあもちろん前科もないしまあ、真面目じゃないですか練習すごいす練習はものすごいするしあ、まあ、持って生まれたその身体能力だけで、うん、あの身体を維持でできないす新庄さんの、ね、本を読んだらあの、はい、普通の人4倍練習してるって言ってうん、うん、でやっぱり今あの。 同学年なんですよ元株の前田さんとかもだからちょっと身近に勝手に身近に感じるけど同学年がねもうあんな短期間で肉体作って新しいことにチャレンジしてあんな真っ赤な服着るってちょっとすごい私からしたら希望なんですよでもそれ気に入らん人とかがいるのはいいんですけどえ、服装のことを清原さんが言うっていう。 うん、全部ブーメランだったんでしょそのプロ野球100年の歴史があって川上哲治さんから始める、はい、いや川上哲治さんは100年前の人じゃないし、うん、100年前で,はないです、ね、でなんで川上さんから出すのその前にもいるでしょ、はい、そこになんか、はい、清原さんのちょっと巨人コンプレックスみたいなのが見えたりあとなんか最近の後輩は先輩上敬わへんみたいなこと。うん 言ってるいやなんかあなたも逮捕される前、週刊誌に某先輩のことなんか言ってませんでしたとか言ってた時ありましたね、われわれの大好きなら、ね、落合博満さんのことを、辛辣に火話の週刊実はですかね、うん、載ってましたよねな,なんか全部ね、あのブーメランなんですよ、で、うん、その辰巳さんが服装とか見かけのこと厳しく言ってるの、はい、僕はあれいいと思うって言って、えって。<laughs> あの全部なん,なんであんな見事なねんでだからもうコメント欄すごいしヤフーニュースのコメント欄あのもう閉鎖されたぐらい。 やっぱりちょっとひひ、あのーね、批判が多くて YouTube のコメント欄もかなりでした、うん、もうあんたが言うなっていうことを言ったことよりも、あのー、僕は思うのは YouTube も撮ってる人も編集してる人もスタッフがいるわけですよね、うん、その人らがいや清原さんそれはちょっとあんたが言うのはあなたが言うのはおかしに違うんですかっていうことを言う人がいない環境にいたとしたらまずいなと思いますよ、ね。うんだ 全部ブーメランなんで立浪、ええね、さんのことでも先輩後輩のことでも最後にジャージの男に負けないでくださいみたいなことを笑いながら言って僕はむしろあの新庄選手のようなあのまあそのなんというのかなその、まあ、今まで監督になってきた選手とは違う毛色の、うんうん、ああいう選手がか。 やっった人が監督になることによって僕としてはあのニュース見てもしかしたらあの清原さんも将来的に監督になったりとかできるんじゃないかなというふうに僕は思ったんですよ。うん、そのまあねあの事件はあったのはそうだけれどもそこからちゃんと構成してね<ー>、ね、監督になるっていうことがあってそれでまた成功したら、うんうん、それはあ,のあっても全然 これからいあっていいんじゃないかなって思ったんですけど、清原さんはそうは思わなかったんです、ね。そう、それでだからあのー、でコメント欄見たらやっぱ嫉妬だっていう、うん、自分はね、うんうん、あのまあそういう。 黒野球の世界にまだ戻れなないいわけじゃない解説はしてるけども、うん、でまあまあその、まあ、実績っていうのをどう評価するかは人それぞれだと思うんですけどまあ清原さんからしたら自分の方が実績も上やしっていう年も上やしっていうこともあるんかもしれないですけど僕はむしろほんまになんかその正統派の優等生じゃない人がなることによって清原さんがなる目が出てきた文庫が広かれたというような私もそう思ったんですよ。よ、うん、すごくやっぱ画期的でうん、うん でこれで本当にあの日ハムが強くなったら本当ねあのー、今までみたいもっと監督いろんなバラエティーに飛んだ人がなれるんじゃないかなとそうです、ね、個性的な人がね。そ<う>うん、であのー、新庄選手にしてもなんかそういう奇抜な言動とかが、うんあのー、すぐね取り上げられますけどさっき花房さんおっしゃったようなあれだけの肉体を維持できてたっていうのは本当にそのトレーニングが人並み外れたトレーニングしてたはずやしそうそうで野球選手っていうのはその。 自分で言語化できるかどうか別としてそ,のそれを意識的にやっているのか無意識でやってるのか理論的にやってるはずなんですよね。先週おっしゃってたあの古田の。もう古田の方程式私もうほに毎日ぐらい見てますよ <laughs> もう。ね、YouTube 香川照英も熱心に見てるという照英先生も。だからそのああいうの見たら野球っていうのが本当に緻密な理屈の上に成り立ってるあ<ー>あの将棋とかチェスのような僕チェスしたことないですけどう<ー> <laughs> そういうリズムの。 ゲームやってることが分かるしだからああいうふうでアスリートの人っていうのは、まあ、アスリートって体が動くっていうのは脳みそが命令を与えてるわけだからねもうその学校教育での勉強ができるできるんじゃなくて頭がいい人たちだからで YouTube とかになるとそのテレビでのナイター中継の解説とかじゃなくてやっぱりナイター中継の解説って一般向けに簡単にしてるというかうだからああいうプロがプロとしてほんまに言いたい解説 技術的な解説を聞いたら本当に目から鱗というかそうなんでありますよね。であと新庄ビッグボスはねはね、うん、監督署に発表される前から私インスタフォローしてるんですけどはい、はい、結構野球理論みたいなね守備の話とかをインスタでしてるのでうん、うん、別に見かけだけじゃ私はないと思う、ね、それはねきっとね清原さんもそうなんですよ。うん、清原さんにしても新庄さんにしてもその,なんかその大雑把な。 持って生まれた才能だけでやってるようなイメージあるけどるそうじゃなくて、うん、ねずっとトレーニングをしてきてまあそうサボった時期もあったかもしれないですけど、うん、で本当にだからその、ね、打撃理論とか守備理論とか。 卓越したる持ってはるはずなんでですよね、うん、ですかそれをなんかいかんなく発揮できる今 YouTube っていうのはやっぱりナイター中継とかってなるとあのなんかジャニーズのアイドルがね横に出てきたりとかしてその人らも <laughs> 一緒になってやらならダメでしょ亀梨さんや中居さんとかだからそう本当は多分野球選手でもっと自分のなんか野球選手同士で話してるようなうねえ あのそういう理屈とか議論あの技術的なことを言いたかったりするのが今 YouTube でできるようになっているのを見てるとだからあこの僕らぼやっと見てたことが本当にねリズムの上にでその肉体的に優れた人がやってるゲームやと考えたらそれはプロ野球というジャンルがずっと、まあ、まあずっとと言えるかどうか今の現状難しいかもしれないですけど娯楽の最高峰みたいなところで日本で何十年も維持してる理,理由が分かるなっていう。 アホじゃできませんできないできないほんまにね体育会系の人たまにね、うん、なんかちょっと馬鹿にされるようなとこあるじゃないですかうん、うん、脳みそも筋肉とかいや馬鹿じゃできません、うん、だからそれを言語ができるかだけでもないんですよ、うん、それを体で理屈を分かってその理屈に理にかなった動きができるっていうことはそれはアホじゃないわけですそれをまた選手に伝えるためにねあのコーチとかニチャームだったら稲葉さんとかいるわけで。はいはい だからなんかねそんな格好チャラチャラしてるからダメだっていうことは絶対ないと思うんですよ、うん、そうだからむしろ僕らはあ清原チャンスって思ったから、うん、そう思ってほしいですよねそうなんですあの清原さんこの番組聞いてください <laughs> 聞いてやった <laughs> らチャンむしろチャンスですから<ー>その後輩に対してそういう嫌と言うんじゃなくて、うん、だから YouTube 結局再生回数稼ぐためにちょっと煽ったんでしょ、うん あのちょっと今、新庄さんがフィーバーしてるから、かあのちょっと新庄さん、くさしたら、ユーチューブの再生回数が増えるみたいなところを、スタッフというか、やってる人が追ってて、清原さん、いい人だから、うん、しちゃったんじゃないかなと私は思ってるんですけど、収録前に、ちょっと新庄のあの格好、どうかと思うでって、清原さんが言ってたら、ヤヤ言っいいやそれで、今回、それでいきましょうよみたいな、うん。再生回数、うん、でも 今清原さんがすることは再生回数を増やすことなのかってすっごいめっちゃ思ってるんですよ。うん、それでちょっと私はあ,のあれは煽った側に問題あるなと思ってて、うんうん、なんかそれでまたね精神的に落ち込まれたりとから。らららそうなんんですよ、うんうん、だからねえほんまに僕らは もうこの番組のよう言うてますけど大不安ですから<う>だからをって言うと思うんですよねそのだからもうそのにね YouTube で再生する稼ぎして、うん、いやあなたにとって今一番大切なことは何なのかということをねもう本当にこの番組から愛を込めて伝えたいけど <laughs> 多分聞いてない改めましてワンバンコ弁護士で俳優の隅田隆平でお「おま」 というわけで今夜は花房観音さんと、はい、まあオープニングはちょっと、ね、勝手に弁護団といいますか思いが強すぎました、ねはい、清原選手に対してちょっと逆説的な弁護を、はい、あのさせていただいたんですけれども、うんあのー、私が解説を書きました花房さんの「トリベの真珠」について感想文いただいておりますよこちらはですねラジオネーム千本中立俺さん。はい 住所岡山一句とわざわざ書いてあります逢 <laughs> 沢一郎先生の <laughs> 管というアピールでしょうね乳首、はい、こと逢沢先生のあ管ということです墨田先生花房観音先生ワンバンコ花房先生鳥辺の真珠文庫版ご発売おめでとうございます鳥辺の真珠拝読しましたので、はい、何十年かぶりに読書感想文なんてものを書いてみようと思ったのですが難しいですね断念しました何やそら 当方物忘れが多い年齢になっており小説でも終わりの方を読む頃には大体最初内容は忘れていることが多くなっています<ー>今回感想文を書くのは断念したのですが書こうとは思って一通り読み終えた後にもう一度読み直そうと序章から読んでみました、はい、最終章の「リナの独白」を読んでから続いてもう一度序章を読むと樋口主人公のね、はいえー、樋口の追い詰められた心情が迫力を増して迫ってきますね ノリベの真珠記憶力に自信がある方もぜひ独了後にもう一度序章を読まれることをおすすめしますあと主人公の樋口ってダメ男なのでしょうか結果的にダメな人生にはなってしまいましたでも女慣れしていない男ってこんなもんじゃないのでしょうかこの悲劇は樋口が自分を実際以上に悲劇してしまう性格が招いたものだと思うのです気持ちはわかるがそれはけん。 えらいことになるよ。と読書中、同類としてやきもきすることが多ありました。<laughs> 私は樋口養護派に立ちます。ツイッターにも書きましたが、墨田先生のご解説、リスナーなら200%楽しめます。というよりこれ、これは完全にリスナー向けに書かれたものです。うん、<laughs> まあまあ、まあ、まあの、リスナーの方も楽しめると思うんですけど、ね、あの、ラジオ聞いてらっしゃらない方も、わかる内容には、わかる内容じゃなかったら <laughs> やばいと思うんですけど、<laughs> その、花蓋さんの本編を読んでいただいたら、 あそうそうっていうふうに思ってくださるんじゃないのかなっていう内容では書けたのかなと思うんですけれども、ね、あのこの、ね、主人公これよ読んでいただいて分かると思うんですがまあまあ先週も言ってた通りダメ男なんですけどそうなんですよねその,あの実際以上にその、ね、その話に関して言うと後ほど「閉経日記の」はいね、あのお話の時に、まあ、自信のなさとか。 その自己評価の低さとはどこから来るのかっていう話の中でもしたいなと思うんですけどこれ読呼んでいただいてありがたいですよねはいであのー、こちらもいただいておりますよえー、っと「いつもありがとうございます沖田虎丸さん、はい、大阪府男性40代の方からいただきました弁俳優で弁護士の墨田先生そして作家の花太先生ワンバンコここ最近仕事はもちろん酒の席でも話すうんちくがすべてが嫌われた監督」からの引用で。<laughs> <laughs> 私もそうやな <laughs> 落合監督について書いた、はいはい、えニュースを見ていてももし落合監督だったらどうコメントされるのかで思考してしまい周りから面倒なやつ扱いの私は先週のお二人の会話を聞いて非常にシンパシーを感じた次第です。 さて墨田先生が解説を書かれた鳥辺の真珠を購入し今第二章の主人公樋口が少女から手紙をもらって風呂場で悶々とする場面まで読んで一旦手を止めてます、はい、あかん絶対にこの男この後にえらい目に遭うでと推測されるのです、うんとえー、もしも自分が樋口だったらと、えー、彼と自分をアバター化して読んでいます、えー、上村松園の日本が炎の女幽霊を連想させる幻想的な面影のある教え子に、うん そうなんですね、この小説に出てくる乙葉、はいはい、ですかね、えー、女性とかそういう,う上村松園の「日本が炎」ってこれね、はい、皆さんまた検索して見ていないと分かると思うんですけれども、はいえー、漢字2文字で「先生」でなくひらがな4文字で「先生」と表記しかも最後の「A も小文字の「A <laughs> <laughs> で先生と呼ばれるんですねこう呼ばれているのは彼の妄想でのイントネーションを表していますがああなるほどね、うん、そりゃあクラクラするわなそうそうそう,そう,いう、えー、と同情しますもし落合監督に相談したら自分で考えろ <laughs> と冷たく突き放されるのは間違いありません、ね、この番組が放映される水曜日が休みなので彼がこの後どんな道へ進むのか一気に読ませていただきます、はい、また京都の舞台を巡ってみて 幽霊飴も食べてみたいと思いましたということでねあの本当にそういうね京都のあの東山石清水のね,ねいろんな,ん観,光な、ね、観光案内にもなっておりますんではいぜひ読んでいただきたいなと思いますリクエストは佐田まさしの鳥辺野をお願いします水曜ロードショー こちらのコーナーは、本や映画を法的に解説したりしなかったり、そんなコーナーなんですが、今夜はですね、花房観音さんの、平型日記」はい、女たちのカウントダウン、伝統者から25日に発売ということで、はい、強烈でした、本当に。強烈な読書体験でしたね、この一瞬。いや、そんなにいや、あのね、<laughs> でもウェブで、連載してた。いや、ウェブでの時も、うん、あの、 読んでたんですけど、うん、一気に合わせて読むとね、<ー>なかなかあのこのラジオを聞いて、うん、花部さんに対するイメージを作ってらっしゃるリスナーの人はこの平型日記を読むと、うん、まあねそのラジオとは全然違う花部さんの印象と言いますか、あはあ、どんな、うん、花部ささん多分ねこの番組 出ててくださってるるは、うん、本当になんか明るい能天気な女性の <laughs> いやあのね会うとイメージ違うとかねよう言われるんですよ昔からブログ書いてた時からこんな明るい人だったんですねだってバスガイドだもんって思うんですけど。うんうん、でまあねあの花房さんに限らず別に男性女性限らずでその人間っていうのはいろんな側面があるもので。うん ただその花房さんはその自分の感情を表現する筆力を持ってらっしゃるからあこ,ここまで書くかというねあ<ー>本当にここまで自分の内面をこんだけうんねあのどうなんだろうなこうしんどい作業やるなって思ったんですよまず花房さんにとって。いやしんどい 僕はどっちかと,いうと解放される作業を、ね、書くことによってですか。ですね。でもまあ私もこうやってねはい、はい、ウェブってまあ全世界に発信してて、はい、でこれが一冊の本になって、ええ、まあ本の作業してて、はい、親には送れないって思いましたね。<笑><笑> <laughs> あそうですか。いつも送ってらっしゃる。うん。で感想もらうんですけど。感想。あこの平型日記はまだ送ってらっしゃない。おっ ってな,いですなかったことに一応しようと思ってるんですけど、はい、SNS ね父親見てるからバレバレなんですけどで,でも多分そのウェブの厳冬者の,、ね、あのオンラインので配信前からされてたんで、うん、それは読んでらっしゃるでしょ昨日可能性が強いですねで多分プリントアウトしてもうすでに本に多分してたでしょこの単行本なの、ね、おそらくうちの実家になんかああでもねあのー、まあまあこの本のタイトル通りでまたね その子のカバーがいいですよ、ね、いいでですすよよねね花房さんが十二人なんですかね <laughs> 来てらっしゃってもうあの枕草の子とかああいうののイメージではい、はい、イメージで、はい、僕がこれ家で呼んでたらうちの娘が「<laughs> <laughs> この人誰? <laughs>」って言ってきて「いやあのフキちゃんも会ったことあるやろ花房さ,さんやで」って言ったああ」って言ってましたよ <laughs> 分かっとるんかい <laughs> そのあのタイトルの意味とかはねん説明はいですけどまあてましたね ねええー、本当にタイトル通り、まり、あ「平家へのカウントダウンの」の、はいまあ、花虫さんがその気持ちをつづるエッセイをネットで連載なさってて、ねまあ、それが単行本化されたということになるんですけどあの男は、うんまあ、私も含めてあまりにもその 平型について知らなさすぎるし、うん、平型どころかまあそもそもその生理について、そうでしょう。知らなさすぎるし、うん、うん、まあ普段考えないじゃないですか。そうですね。だからその、うん、今まで考えたんで、あのインド映画でパッドマンっていう、はいはいはいあれ生理用のね、はい、うん、あの,の安価なナプキンを開発するために奔走する、うん、あのインド人の男性の話なんですけど、うん、ああの。 あの人ぐらい考えてる人って <laughs> 男で考えてるってあの人ぐらいですもんね<ー>パッドマンぐらいそうでしょうねで変態扱いされてましたもんねあの人なんか<ー>ね村のほんま長老から追放されたりとかなんかいろいろね女性にアンケートとか取って変態とか言われたりとかでも本当にあまりにも知らなさすぎるし、うん、ね。昔桑田圭介がそのセリオナプキの CM に出て、はい 結構衝撃的だったんですね。そういう男の人が。そんなことありました。あったんですよ。えー、のあ,あの。すごい昔にもう、はいまあ、本当だいぶ前なんですけども。はい、で、やっぱそういう男性が。生理用品のね、シー、うん、出るっていうことが。すごく、あの、割と衝撃的だったんだなっていうのを覚えてますね。でも、本当に、あの。僕ら、子供の時性教育とかありましたけど、うん、どっちだったら、その。 ね女子と男子で部屋分けられてみたいな、うん、むしろそういう話って男子,が聞かな男子が聞いといた方がいいですよ,いいですよね生理の話もだし、はい、あとちゃんと否認の話もそうですし男性は女性の体のことをちょっと本当勉強してほしいなと思うことはよくあります本当にだからあれな,なんで でまあ、女性は、まあ、自分が実体験として、まあ、積み重なっていくわけじゃないですか、うん、知識も知恵もでも本当に僕らその学校教育で習った記憶もないですよね,でねで、まあ、その男と女は、まあ、その例えば夫婦とかね、うん、そういう恋人同士だったらともかく。はい 普段私が田さんんに今日生理やねんとか言わない <laughs> 基本的にマナーとして言わない女同士だったら割と言うんですよ。<お><う>え女性同士で言うもんですかお腹痛いねんみたいなちょっと生理が移るみたいな話して私もなったとかあと、まあ、最近だけど昔だった学生時代だったらっとナプキンタンポン貸してくれへんとかあと合宿とか修学旅行とかでね外出た時ってやっぱりあと私バスガイドしてるから。あの ガイドで同じじ部屋にねまってゃお風呂行こうかいや私、セリアから今回シャワーですとかそういう話はね女同士はするけど男性に向かってバスの運転手今日私、整理でしんどいんですわとかバスガイドなさってましたけどねその男は男でまあそうういね交際してる女性あるいは妻からなんとなくああそういうもんなんやっいう本当にねぼんやりしたまま僕なんて。 12月で45やのにぼんやりした知識のままで, <laughs> で聞くべきものなのかどうなのかみたいなねでおそらくこういうものなんやろうなっていうものすごい抽象的なイメージのままずっとそれって世の中には男と女しかいないのにその女性が毎月迎えてるその身体的な苦痛であったりとか,とか精神的な苦痛であったりとかっていうことをあまりにも。 なんとなくぼんやりあるんんんんですよこんなんなんかなーみたいなでもそれについてあの女性と話したことも今までないし去年から今年かけてコロナ禍でその貧困が言われて、はい、それで女性の生理用品の無料配布とかあったけれどわ、はい、かるわーと思って自分がすごい貧乏な時に生理用品って結構の負担になるし絶対必要なものでしょ。うんうんうん だから今その無料でっていうのいやそこそこそこやねんってあれすごくね思いましたね多分あ,のあと震災の時とかの差し入れでやっぱりその生理用品の差し入れとかね、はい、実はあれって絶対必要だし、うん、ああいうねあの大管とかで寝てる時とかってものすごい神経使うしだってその、まあ、ちょっと溢れちゃうってついちゃうこともありますから、はいはい、ああいう時にやっぱり生理用品のね差し入れとかってすごい大事なことだけどまあ多分そこまで。 食料品差し入れしても生理用品の差し入れって男の人思いつかへんのちゃうかなと思うんですよ、うん。そういう発想がまずそもそもないですもんね。うん、あれ田中康夫さんがあのヤ,あヤッシーが神戸のねあの阪神・淡路の時に、はい、あの水使わなくていいシャンプーとか、ええ、あの資生堂からね提供してもらって差し入れとかしてはい、はい、やっぱりヤッシー分かってますよね。ああそういうういいいい気持ち、うん、女性ののよくかかっってて <laughs> 水掴んでいいシャンプーとかっていうのが あ,あ,ありますよもう、えー、すそれこそ何十年前からえあるんですか佐山さん知ってるね、うん、<え>やっぱりああいう時ってお風呂入れないじゃないですかはい、はい、でもすごい不快で、はい、まあそう洗いたくなりますよね<ー>あそ,そんなあの知識もないし,そのしコラーゲン配合マン兄さんがその貧乏してる時にその,あのアパートに シャワーもついてなかったんで簡易のそういうシャワーみたいなところをコインでねワンコインでやるところがあって 3, 3分いくらかな5分いくらかなっていう時に時間をちょっとでも有効に使いたいから家出るときに泡立ててシャンプーで <laughs> 泡立てて自転車乗ってるっていう話は <laughs> それはまだ使い方が違いますけど、うん、あそういうのもあるんですねだからヤッシーは田中康夫さんはそれを知ってるわけですよかその本当にペログリ日記ですねペログリ日記をねずっと噂の真相で、うん、そうそう うん、だからまあまあやっぱりそれだけ女性好きで女性のことをよく女性と付き合いたくさんしてるからそういうとこにまあ目が届くわけですよね。そうですね。もう皆さんはまあそんなに興味ないじゃないですか。<laughs> そんなに興味ないよね。やめてください。<laughs> ありますってそれは。<laughs> でもほんまにでもそうですよね。だから男しかなんか男は絶対そその毎月一回男に何かやってきてとか男だけがあの実は。 あ何かせなあかん作業ってそんなないですもんね。うん。考えられ,ない、ね、れでま想定できない。ま ね、あの生理の場合は生理用品買ったりとか、はい、あと生理用ショーツとか、はいはい、今ね、ねいろんなものが昔よりだいぶ便利になって出てきてるんですけど、うん、そういうグッズもあるしであと、水泳を休まず出授業を休まないといけないとか、えー、あとあの、アスリートの、ね、女性選手がやっぱり生理のことすごい言われてピ、はい、ルで、ねあのえー、調整したりとですか、ね、であと減量しすぎで生理止まるっていうのもすごくよくある話で割と女性ホルモンって本当に敏感で。あの 体調崩して私だから高校卒業して大学の寮に入った時に環境がみんな変わるでしょ、はいええ、私はなかったんだけど周りにやっぱり生理止まった人って何人かいたんですよああです環境が変わったから、はい、すごくあの敏感にそういうの,あのちょっと何かストレスあった時に生理止まったりとかあと不正出血生理じゃないのに出血したりとか、はい、そういうことってすごくね女性はみんなあるんですよねうん。 ね、あの子供を作ることにつながっていくわけですけど、はい、でそれがすごい50過ぎとかぐらいまでで続くんですようんうん、うん、そうですよねだから、うん、そのね自分の一番近くにいる人が毎月経験してることに対してあまりにも無,無自覚というか、うん、男はねうん、うん、まあだからでも同じように苦しんでても変やと思う同じように苦しんでても変だと思うしでも,でもそこのあ,<ー>あの 知識がなんでここまで欠如してんのかなそれは僕だけじゃないと思うんですよきっとそうだからあのこの本にも書きましたけれどもあの m ワ1の上沼恵美子さんのあの「更年期障害で」あ、うん、あるコンビのね、うん、あのその今の後ににんかあれこそあの無知だの象徴でこの本にも書きましたけどまあだからその女性が機嫌悪かったりするときになんかそういうやゆの仕方っていうのは、うん、その更年期という言い方やったりとかあるいはその生理じゃないかみたいな言い方を男性が な,なんていうのかな、なんかその、それで配慮してくれって、しんどいんやなってね、まあ、身近な人とかが、配慮してはちょっと欲しいとこあるんですよ、うん、もうだから、やっぱり今日台所立てないとかね、はい、そういうことってありますから、はい、もう台所立てへん、私はちょっと寝るからもう勝手にご飯を食べろと、えー、そういうことってありますから。 で女性の中でも個人差もあるやろうし、ね、で年齢によってもしんどくなかった人がしんどくなる年齢っていうのもあるやろうしすごくあのそでまたそのこの年になるとも早く終わる人、はい、終わらない人といろいろあるんですよねでやっぱり体調の変化とかありますからね。うん うん、本当にあのこの閉経日記はもう保健体育の教科書として採択すべきだと思います、うん、まず京都から。若い時は、はい、私も若い時はそは自分がその50ぐらいになって、ええ、ちょっと閉経するみたいなことは全く考えてなかったからこんな変化があるんだこんな変化があるんだと、ええ、いうことが起こるんですよね、若い時に想定し,していなかったことが起こるんですよ。だからそういうい、ね、女性の まあ体女体の神秘と言いますか、うん、だからそういうこともあそういうことなんやっていうふうに思える本だしそのでそれに向けてのまあ花ぶさんのお気持ちを綴っていらっしゃるとともに、うん、でその都度花ぶさんがご自身の過去を振り返って、うん、振り返っちゃいますね,ねだからそのエ,スエッセイって言うんですかね、まあ、エッセイだけれども 自伝に近いものがありますよね。ね自伝的エッセイと言いますか。うん、その。今の花房さ,さんがそのカウントダウンを迎えながら、今までのね。ずっと振り返ってくる。うん、その。そこの部分がまた。クズな人生だったなっていう。<laughs> 改めて。でも。そこの、その。このね、ラジオを聞いて。はる人は、おそらく花房さ,さんのことを快活な。 その,あの闇をね垣間見せることは多々ありますけれども <laughs> ただ原則、うん、明るい女性でっていうなんか野球の話したりとかを楽しそうにね、うん、あのなかなかこの番組のテイストに合う女性っていうのは正直いらっしゃらなくて花房さ,さんが唯一ね <laughs> いつも出ていただいてるわけですけどもその中で本当にだからあでもそう見える花房さ,さんの。 その裏面紙というか、まあ、この番組でもよう言ってくださっていることではあるんだけれども壮絶な過去についての。暗いっていっても普段ね、なんか別にあんま気にせず生きてるんですけどただこれ物書くときはね、はい、ちょっと引っ張り出して、えーえー、<laughs> 引っ張り出しますね。まあ、まあやっっぱ書いてるとにちょっと うっ,ってなったことはありましたね。うん、かその、ね、だから本当に、平型とか、そういう女性の体のことだけじゃなくて、あと。例えば、その花房さんが、昔いろいろ、あの、辛い思いされた中で、その、まあ。えー、だから、若い頃から、その容姿に対する、自意識というか、で、悩まれてたっていう。感がすごく、かったかまあ、だから、あの。 結局変な男にっていうのはその流れなんですけどね自己評価が低いとつけ込まれるしそれ、うん、で私みたいなあのダメな女があの普通の人と付き合う権利はないっていうふうに思っちゃいますから。 かそこがね、うん、あの今の花房さんしか知らないこの10年の花房さんしか知らない <laughs> 僕はああの、ね、そういう本とかお話で聞いてそういう時期があったっていうのは分かるんですけど、うん、なかなかそこが具体的にあのイメージしにくい部分はあったんですけどこの本を読むとそれがあの繰り返されてで、うん、そこに対するだから花房さんの,その、ね、この10年小説家作家としての本当の原動力はその20代の半ばからの辛い。うんうん のはありますよねでもね結構女性ってそ自己評価がすごいあの周りから見たらそう見えなくても自己評価が低いい女性ってね本当、はい、るんですよだから私がやっぱりそういうことをエッセイとかで書くと、はい、まあ人の話も、ねええ、聞きますけどちょっと本当びっくりするぐらい「あなたが?」っていう人が自己評価低かったりかと思えばもう本当ん,んでそんな自信満々なんていう。<laughs> 女性もいるわけでだから今 SNS で自意識とか、うん、承認欲求とかそういうものが可視化されるようになって、うん、えこの人なんでそんなえ何を根拠にこんな自信満々なやろうっていう人とうん、うん、<laughs> そうじゃない人の。 すすすごいありままねねしてますもん、ね、やっぱりでもね女性って幼い頃からすごく本当容姿のジャッジは下されるのでそれはもう男性よりも圧倒的にその、うん、別に花房さんだけじゃなくて、うん、だから心にやっぱり傷をね,ね容姿のことでね傷を持っていない人ってないんじゃないか。美美人は美人はでねうん、うん、すぐにあの、はい 美人だからでしょっていうことう実力を認められなかったり、うんうん、なんか成功すると枕営業って言われるし、はい、美人は美人だからちゃんとやってること認められないしおとしめられるしそうそう、ね、嫉妬もされるしでそういう女優が年齢を重ねていったらネット上で劣化とか、ね、劣化あと絶対整形って言われるし整、まあ、形も結構みんなしてるんだけどね 女性ってね本当にあの容姿と年齢のジャッジをすごく下されて、はい、それがまあ本にも書きましたけど同年代の男性が、はい、やっぱ若い子だよなって「おばさんパス」とかって言って「<laughs> えお前が言う?」みたいなことが、うんうん、めちゃくちゃ世の中あるわけなんですよ。ありませんそのでもねあの本当にこれを読んで思ったのはそ生きづらさを、うん、あの感じてる人っていうのは。 多分このラジオ聞いてはる人でも多くいると思うんですよ、うん、あたくさん男性とかでもねいると思いまいそうんですよなんかそのね。あの花芽さんがおっしゃる女性の容姿は、うん、なんかその容姿でか男前やそうやないみたいな、まあ、それもねあの多少男でもありますけど例えば身長高い低いとか、うん、収入高い低いとか、うん、その学歴あるないとか、うん、そういうことで。 男の人も結局ジャッジをされるっていうあとここに書いてありますけど男性週刊誌によく何の何のねあの虚婚問題っていうあねこのねこれは結構お尻が年明け早々虚婚問題について考えるとかね面白いですねこの辺いろいろなんかあれああいうの見てたらねなんかそこまで女性側はあういうことないと思うんですよね まあそういう人もいるのかなでもそこの部分は男でもそんなにまあでもそれも程度問題だと思うんですよ程度問題だと思うんから極端に小さかったらそれは悩むやろうしう、うん、でもやっぱその辺ってあの性的な能力を、ね、女性にダメ出しされるのだと男の人すごいきついと思うしああそううでしょうね、うん、あのだからジャジみんなねやっぱりジャッジは何らかの形で男も女もされますよね、うん うん、で今ってやっぱ女性の,その、まあ、容姿言っちゃいけないって言われるけど、はい、じゃあ男性の容姿はいいのかとか、ええ、あと、まあ、例えば、ね、髪の毛とか、はい、あと簡単に言われると「キモいおじさん」みたいな言葉が使われて私も使っちゃうんですけれども、はい、まあ,あれも差別的ではありますよね。本当にあの思いのほか、うんあの 生きづらさを感じる人も多いし、うん、で、だからほんまに生きづらさを感じてる人に呼んでほしいですよね読むことによってどこかなんか救われる部分があったりとか、うん、で、あるいはその生きづらさを感じる人がいるっていうのは一方で生きづらさを全く感じない人がいるからだと思うんですよね、うん、あの、多分この本を読んであ、俺はこんなこと思ったことないわとか、うん、私はこんな全然あの共感できへんとか言うといるかもしれないですけど、うん、でもそういうな,なんていうのかなだからその 花房さ,さんのこの生涯をこの本で読んでるといつも常に幼い頃からなんか固定的な役割を求められた時にそれに抗って、うん、なんでそうせなあかんねん合わせなあかんねんみたいなことを常に感じる人やったと思うんですけどうん、うん、一方でそれを何の違和感もなくというか受け入れていける人っているじゃないですか。うん、い,ますいますでその人のそういう人のに対して「えなんで気づいてくれへんの?」っていうのが生きづらさの。 根源になってる部分あると思うから、何もえそんな生きづらいかなとかって思ってる人もぜひ呼んでほしいですね。こういう、ね、こういう人、ねいろいろなあの立場でそういう生きづらさを感じる人がいるっていうことを。 だ,だから例えば、あのー、その男尊女卑とか、ねはい、女性蔑視とかってやっぱり今すごくそういうことがフェミニズムの文脈で言われますけども、はい、それをやっぱ感じない女性も男性もいるんですよね。社会の中ですごい女性は不利にできているっていうのことを感じない女性もいるしそれはその人の、ね、やっぱポジションにもよるのかなと思うけれどもやっぱりそれですごく不自由な人も いるんですよねうん、うん、女性だからって損もしてる人は多いわけで、うん、あと私なんかはそのやっぱり女の子とか女って一括りにされることはもう子供の頃から今に至るまで、はい、女の子こういうの好きでしょって子供ももなんかちょっとそういう母親うちの姪が来てて、はい、でなんかあのちょっと「鬼滅の刃」を読んでたらしいんですよねはい、はい、でなんか今の,あの女の子なのになんかこういう。 なんか戦ったりっていうのを漫画読んでるとかってうちの母が言うからまあ、うんはい、私なんか北斗の剣ずっと読んどったしコミック揃えとったぞって言ってちょっと言い返したんだったら <laughs> まあそれもそうやなみたいな話になったんですけどグリモリ事件に夢中になったわけでしょ中学校の時にグリモリ事件のね本を親に えだって買ってもらって、すごく今考えと親は怖かっただろうなと。なんかやるぞこいつと。普通のね、あのそのお母さんなんか想定してはる。普通の女の子っていうのは、例えばチェッカーズを好きになり、少年隊を好きになりってなって言う中で。グ五輪事件の。二十一年、そう、狐の男に夢中になってる娘っていうのはね。あとね、あの本とか私買うでしょあ、だからこの本でも出てくるんですけど、だから花房さんが若かりし頃の。 花房さんの悩みっていうのはそういう、まあ、男性経験がないのにそういうことに強く、うんまあ、関心のある自分はどうかしてるんじゃなかろうかと、はい、一生結婚できないと思ってましたねこんなに AV を集めてる女は一生結婚できないと思いましたね。<laughs> そ,そししたたらできましただからねあの 男はね、僕は中学の時もほんまにドキドキしながらエロ本の自販機とかね、あの、いろいろね、ど、どこのエロ本の自販機、昔はあったんですよ、エロ本自販機が。ありましたね。うん。で、僕はそのね、なんか、どこの自販機で買おうかずっと悩んでた時期あったんです、中学1年の時に。ほんで、ある時、その、あの、地下鉄の、地下、あ、だから、武田駅で近鉄から地下鉄乗り換えたんですけど、でね、近鉄で武田からちょっとお、また奈良の方に向かって行った時に、 遠くの方に見える自販機ががああったんですよあ<ー>であそこが一番ええななぜか僕中学時代の時思ったんですけど、うん、今から考えたら電車の中から見えてる場所なんですよね <laughs> <こ> <laughs> でもなんかそういうのを、あのー、買ってたしあるいはまた音がでかいんであれあのーうん、エロ本の自販機って、うん、で間違えてこうてもたりとかあと僕んかほんまに幼い頃からその性的なこと全然意味も分かってないのに。うん あの地元のその自販機で昔エロ漫画の自販機とかもあったじゃないですか劇画風のエロトピアとか<ー>それをほんまに僕小1時間ずっと5歳ぐらいの時にその自販機の前じっと立って見てたことがあってそれを近所のおばあさんに見られたんですよ。<ー>やばいこれれお,お母さんに言われたらどううしようみたいな<ー>僕その4歳5歳5歳6歳,6歳ぐらいの時かな。 最大の悩みがそれだったんですあのことをあのおばあちゃんが僕のお母さんにばらしたらどうしようみたいな<ー>ほんで近所の隣組でなんかね琵琶湖の紅葉パラダイスとか行くことがある近所でなんかバス帰って行く時とかにうちのお母さんとそのおばあさんがしゃべってたらもうドキドキして俺がエロトピアをずっと1時間の、はい、1> <laughs> 自販機の前で突っ立てたこと言われてるんじゃなかろうかみたいな。で僕がプールで泳ぎなならそればっかり気になって おばあさんポールから突き落とそうかなぐらい思ったのが記憶にあるんですよだからそういうことを男は小さい頃から興味を持ちでずっとそれを実行に移しってしてますけど男がそうであれば女の人もそうのはずなんですよ<う>きっとで,でもでまた男性はそういうことに興味がなかったら男なのにとかね男のくせにって言われちゃうでしょそうそうで女が興味持ってたらやっぱびっくりされるしうん、うん まあ、特にインターネットのない時代だったから仲間とか同士がね今はなんかそういうエロが好きな人につけることではい、はい、私の時はそれなかったから、うん、すごい孤独で、うん、AV 好きなのとかエロ本集めてるのとかね本当30半ばぐらいまで誰にも言われずに集めてましたねでも、その興味に。 ブログをやり始めてでお声がかかって,ってう、ね、も文章の仕事がね毎日のように AV のレビューをアップしていたのではい、はい、バスガイドの仕事をしながら,ながら <laughs> そ,のその時代の花房さんって僕は知らないんでその後のの、ね、レ、うん、ビューされてから知り合ったのがだからそうです本出たぐらいのタイミングでしたもんね。 そのでも何かね花芽さんが生きづらさを感じてらっしゃった、うん、多数派に入れない慣れないな別に入りたいとも思わないまあね、うんうん、だからその私の世代のね1971年生まれの女性ってすごくみんなフリッパーズギターとかお酒とかね岡、えー、やすいとか。はいはい あの、渋谷系とか言ってるけど、うんうん、私の渋谷系はアテナ映像の代々木正しなんですよ。<laughs> それは多分、あの、日本で一人かなって僕思ったんですけど、でも多分そうじゃないんでしょうね。<分>あの、花虫さんと同じように、うん、渋谷系はヨヨチュウやっヨヨチュウやっていう人は他にもいる。<う>多分、探したら探しているはずなんですよいるはずなんですけど、うん、だからみんな、 ねんと釜井康之とかねフリッパズギターとか補佐犬とか好きだけども私は渋谷系といえば代々木田だし渋谷駅に降り立ってた「あここに当てない映像で代々木さんが」っていう <laughs> あの、ね、原宿行ったら「あここに浜ジムのカンパニー松尾が」みたいなそ <laughs>、ね、最初の一般的には。は ねえそれがお酒が王子様やったりするけどカンパニ・マツが王子様やったりするわけでしょそう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 幼虫が幼虫今でも王子様今でも大好き王子様ラブですね。うん、そこのでもねきっとおあの花房さ,さんと同じような趣味を持つ女性もいたし今もいるはずやしただ,だからそ,こその人らがそ,の、ね、それを表現する術を持たへんから,、うん、でから花房さんはそれをまあ表現することによって。 まあ、インターネットの、ね、ね<え>最初書き始めてですねだから私その文章を書くきっかけになったっていうのはねあの、えー、とトーラミキさんってあのメルマジュン号にも連載されてる AV ライターのあの方がすごいカンパニー松尾さん代々木さんのことを書かれてて、ええ、であの人の本を「アダルトビデオジェネレーション」という本を見つけて。はい あここに代木さんや松尾さんのことが書いてあると思ってでトラさんがなんかねブログを30過ぎたぐらいかな私が始められて、はい、でメールを送ったんですよ。うんうん、でトーラさんはそのまさかその一般人そのエロ業界じゃない、はい、一般人の地方の女が、ええ、AV 情報誌の自分の文章を読んでるということにすっごいびっくりしたらしいんですよ。 あのの人文章別にエロくないのでうん、うん、歴史とかの話なんでそれまた地方の女が読んでるということで、ええ、しかも熟読してるということで <laughs> びっくりしたらしくてでも、ねはい、あの本当にだからそこの部分でだから花房さんはだから。 その自己表現ができてらっしゃるじゃないですか、うん、だからその人によってはだからそこをまた羨む人もいるわけでしょもちろんねそ,のそれをできるあなたはいいとうん、そうそうまあでも今昔と比べて今はインターネットで何らかの自己表現がね誰でもそれが結局その仕事になるかならへんかの話でできるしそういう AV 見る女性なんかもね昔は本当に そのこと言えなかったけどもう言ったら切腹せなあかんぐらいだったけど今別に普通にいますしねそうですよねその花房さんに連れられてあの AV 男優のイベント行った時に女性がもうね圧倒的圧倒的じゃなくて僕だけ男性客僕だけあと全員女性でねってありましたもんねでも当たり前のようにあもうこういう時代なんやって女性不安がそのね自分のお気に入りの推しの男優に。 そういういあと「テレクラキャノンボール」はい、カンパニー松尾さんのがまが一般に公開された時に女性が何か来て絶賛しててあれは私びっくりしましたねすごく本当男性の世界のものすごいうちのものやと思ってたからああいう松尾さんの思小説的な AV って、うん、だからもうそのサブカル的な要素があれなんですかね今 AV に関してもそのあるんですかねうん 花房さ,さんのそのもう自伝としても呼んだんでね怒りをエネルギーにしてたって書いてらっしゃるんですはで今はそれがさすがに歳とともに維持というかでも、うん、僕はいまだにでも花房さ,さんはよく怒ってらっしゃるというかあのこの本に出てくるあの,あのねえー、っと。 既婚者であることを隠して独身女を雇いていいのかっていうまあ争があってそこに出てくるあの男性で言えばあの我々共通の知人なわけでしょ。そう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 わかるでしょ。あのいろいろねえ女性問題を起こしてた我々知人がいるんですけどそのやりとりとか全部まんまですよ。うんだからそのねその時も僕は別に僕はねやっぱりだから。 冷たい人間の,ものです花丸さんはやっぱり情が深いというかい<や>本気で怒っていらっしゃった部分あったじゃないですかそのことにまあでもやっぱり男女の差もあると思うんですよそれは、うん、あのやっぱり男性は男性に甘いんじゃないかなって思うことは、ええ、それはもうこの,この時だけじゃなくてね「ありますよ」えなんでそれ許しちゃうのって言って、うんで「あなたの娘が同じ目にあったらどうする?」っていう問いかけ。ええ とかも私すするんですけれど実際や、田さんも自分の娘がね<は>そんな既婚者なのに嘘ついて近づいてくる男に口説かれちゃったらもういやもうねあ,あらゆる手段を尽くして追い込みますよ。でしょあらゆる。うん、でもね、はい、やっぱりそうじゃない男性もいるなと思って、うん、男はそういうもんだみたいなふうにね何がそういうもんじゃボケと思うんですけどうん、うん、<laughs> でもまあこの本にもあるけれどもそうやって。 自分たちはあのそうなくせに自分のパートナーが浮気することは許せなかったりそれいうのはありえないって断言したりするうん、うん、どこままで甘いいいねんっていう男性もいますし、ね、いやそれは、ね、あのー、世の中には男と女しかいなくて、うん、男がそうであればで、まあ、そういう性的な営みを、ね、してるわけじゃないですか。そ<う>ってことは、ね、自分と同じように女性も。 そういうことに対する欲望あると。うん。あって当たり前だし、うん、もしなかったら。正直、そん、そういう女と。ね、対峙して、あなたはいいのって。うん、すごい一方的になっちゃうわけじゃないですか。うん。うん、う相手がそういう欲望がなかったら。やっぱ、ね、だからその自分の前だけ、その欲望を見せる。 女性やという思い込みは、うん、ねそんなことないやろって普通客観的考えたら言われるのが昼は淑女で夜は娼婦っていう、えー、の男,男の人の、ね、願望で、うん、いやいやもうどそ,そう淑女に見せかけるだけやっちゅう,う <laughs> なんかそのねあのいろいろまああの今の話聞いててピンと来ない人に呼んでほしいですよね、うんうん、そんなあの俺はそんなんじゃないみたいな、うん、なんか言ってるけど花部さんと墨田は特殊な 考えの持ち主やとかって思ってる人にぜひ読んでほしいし、僕<ー>このあの本の中で感銘を受けたのが、あの183ページに書いてた、 女だろうが男だろうが人は分かり合えない生き物だからこそ分かり合えた気になるのは危険だと思っている、うん、それは友人親子恋人すべての関係がそうだ、うん、他人のことを分かった気になると悲劇が起こる、うん、分かり合えない上で分かろうとする努力は必要だけど分かった気になられるのは困るとうんこれはすごく本当親子関係がも最もねこれに。 あまあ、男女関係も,もちろんですけれども親子関係って分かった気になるってことは支配していることだからうん、うん、れ男女もそうですけど、はい、そうなると本当に対等じゃなくなりますよね、うん、それは本当に誰であろううとそうだと思います本当にだからあの僕はあのハラスメントの研修とか恥ずかしながら行くことあるんですよ企業とかで、ね、その言っに言のはあの自分は大丈夫やとか思ってる人がやばいですよと。そそうそう うん、いや自分はそういうこと分かっててコミュニケーションが得意やとかって,思ってる人が実はそれはこの特定の人とは確かにうまいこと言ってるかもしれんけどもその関係を他の人に押し付けてたりとか、うん、あと会社とかね絶対の上下関係があるから下のものは絶対我慢して、うん、あのもうムカつく冗談とか、うん、なんか彼氏いるのよとか言って「うん、<laughs> いないですよ」とか言いながら腹払ったらうっさいんじゃ <laughs> <だ>ボケーってまだあの女性が出てきましたねまあ,あの 聞いたんですよ。この会社の御社の中で、うん、これはハラスメントじゃないかって思うことって今までありましたって言ったら、ある若い従業員が手を挙げて、うん、いや、あの部長がいつも誘ってくるバーベキューが嫌で嫌でしょうがないんですよっつって。<laughs> 部長の家でやるバーベキューで手作りの地図をね、書いて渡してくるらしいんですよ。 もうあれ渡された時にもうほんまにもうビリビリに引き裂いてやりたいと、うん、なんで俺の貴重な休みをあんたのところの<ー>俺は別にあんたの子供も可愛いないねと、うん、で向こうはよかれと思ったんですよよかれと思ったんですよだからコミュニケーション上手な上司だと思ってるわけですよ、うん、だからそのそういう思い込みとかっていうのは本当に怖いなって思うし、うん、それはねあの僕にもあるやろうし穴渕さんにもあるやろうしっていうのも必ねだから。 本当に。そうそう。で、だから、水商売お姉ちゃんが、なんか、うん、あなたを褒めてくれるのは、それは仕事だからです。っていう。<laughs> これを皆さん、肝に銘じましょう。そうです。それは、あの、金銭が介在してるからです。はい。はい、そうじゃなかったら、無視します。無視しますし、うん、その子が店辞めてたら、連絡来ないでしょっていう、はい、話なわけですよ。すうん、はい。休みの日に、ご飯一緒に行かないでしょっていう。そう。<laughs> そこはねもう金銭改造してるんやっていうふうにねちゃんと認識しないといけないし、うん、で一方でこの花渕さんの,、ね、あのこの本はそういう真面目な部分だけじゃなくてすごいユーモアにあふれてるとこもあって、うん、あの女性記に関しての章があるじゃないですか、うん、243ページですかね、はい、でここのねおもろいなもタンがきっとね花渕さんはこの女性記をのことを書いてらっしゃる中でなんとかな 女性器。うん、なんとかなんとかな女性器。だから一番見せてはいけないものと存在する、うん、一番見せてはいけないものとして存在する女性器、うん。で、隠すように生える陰謀に縁取られている女性器というような形で、こう、何々な女性器、何々な,いない女性器って書いてらっしゃるのは、これは横山ノックさんが亡くなられた時の、あ,<ー>あの、神、ね、岡龍太郎さんの長寿を、うん、<laughs> 参考にしてやんのかなっていうね。あのちょっと繰り返して印象をつけるというところですね。あのそういうところも垣間見えてあのティーボーンステーキが大好きだったノックさん。最後は被告人になったノック。そうそうでもるんですよね。この女性役のショーね <laughs> ウェブの時はねあの不正字にしたんですけど、であの本にするときに本だからいいやと思っても、うん、全部不正字なしにしたんですよ。はい、その本当に、えー、これはね。 あ,あらゆる生き、ね、づらさを感じてる人もいや全然俺は生きづらくないでという人もそういう人にこそ読んでほしい本かなと思います、うんえっとここで1曲ですねこの本の中でも一節出てくる「中島みゆきの化粧最新桜ニュース」さて の時間は番組にご提供いただいています京都の不動産株式会社さくらさんの旬の情報や熱い情報をお届けする最新さくらニュースのコーナー今日も株式会社さくらさんのホットな話題をご紹介しますスタジオにお越しいただきましたのは株式会社さくらグループ飲食部門全体の責任者親川翔吾さんです今月もよろしくお願いしますよろしくお願いします 毎月恒例なんですけれども、桜グループのお店について、現在の状況をご紹介お願いいたします。はい、えー、いつもありがとうございます。えー、僕らは、あの、京都で、えー、4店舗。四店舗。はい。させていただいております。えー、で、まずは、唯一的天津酒場ハオ、はい、五湖町ですね。五湖町ですね。はい。今ももう、もう日常に戻りまして、はいはい、えー。夕方5時から夜11時まで、うん。営業させてもらっております。はい。で、ランチはもう、 まいませんランチはやってらっしゃらないということではいあと祇園にあるヤンライファンですねそちらは6時から22時まで夜の方はディナーはさせていただいておりますランチはあの営業中ですねはい12時から3時までですこちら祇園の花見工事ですねはいあと2つクーロンズディムサムクラブ七条東野桐院とマグロファクトリー四条川端下がるところはいまだ休業中となっております クーロンとマグロファクトリーは休業中。ということで。あの京都もね、観光客。まあ、増加してきまして。ね、ちょうど紅葉のシーズンで。で、京都来られた時、このね、ラジオ、ラジコで全国で聞いてくださっている方いらっしゃいますんで。京都ごんであれば。ね、お店を選ぶ時はぜひ。はい。よろしくお願いします。ハオカヤンライファンで。ね、あの。二つとも、この二点とも。まあ、雰囲気は違いますけども。いい感じの。ね。そうですね。 あ祇園の方はこう結構大人な大人な、はい、そうですね <laughs> フォーマルな場面でも使えるしお値段も少しだけ大人ですけど少し若干ね <laughs>、はい、大人な料金ではあるんですけど、はい、も母の方は、まあ、カジュアルに中華を楽しめて、ね、っていうね開放的なスポーツで,ですねもうざくばらにって感じですね、はい <laughs> いろいろいろんなシチュエーションに合わせられると思うんですけれどもこよろんのほはあの月、はい、一応リニューアル準備してまして1月にオープンほうほうあそうですか、はい、どういう形のリニューアルをおまあ内装外観はほぼ一緒なんですけど料理の内容ですねああそうですかもっとこう <laughs> お酒が進む中華といいますかほうほうもう十分進みましたけどねえだねもっといけるやろということで<ー>、はい、今いろいろこう 酒飲みメンバーで開発しておりますすごいですね <laughs> その悪なき探求心といいますか <laughs> 親川さんのそうですね大概僕飲んでましたよ <laughs> クロンで <laughs> <laughs> もっと進むんですか。そう,すね、そうです。なるほど、それが1月にリニュアルオープン予定だと、はい、いうことで、ほかにも新店舗の予定があるとお聞きしたんですけれども、も、はい、り、はい、12月、ちょっと日付が、あのー、ちょっとまだ未定な部分があるんですけども、はい、12月の中旬、下旬にですね、はい 2>, えー、2店舗オープンさせていただこうと思っております。はい、で、まず1個が、市場新町の方にですね、はい 細かくはまた後日なんですけども、えー、少しだけ大人な刃をまあもう刃なんですけども、はい、えと少しだけこうお酒が安かったりとかんふんふんまあ今の刃もまあなんて言うんですかね合う,合うんですけどうんん袋に、ね、こうお酒が進む中華をもう少し作ったりとかからスまで働くビジネスマンたちが喜ぶようなちょっと大人なオフィス街ですからはいあ 桜さんの社屋の近く近いっちゃ近いですね歩いて5ぐらはいなるほどであと三条木屋町上がったとこ三条木屋町上がる小池と三条の間ぐらいですね焼肉屋さんを大衆的な焼肉屋さんも今準備しておりますどちらとも中旬下旬になるかなって感じですねじゃもう今年中に2店舗新たな 展開があると。そうなんです。また忙しくなりますな。そうですね。はい。お体大丈夫ですか。全然大丈夫です。今のお髪で大丈夫じゃない顔。これはただの二日酔の顔なんで。そうでしたか。はい。大丈夫です。まだその内装とかも凝ってらっしゃって。そうですね。もう作業着きますね。これからは。また。自分で工事もするんで結構。工事もすごいですね。そのメニューと内装と両方やるっていうのはなかなか。お料理はやっぱ国さんに。 あのアイディア出しだけ僕してますけど国、はいええ、さんに頑張ってもらいますか、ええええ、それ以外アイディア出しは親子さんがなさってるわけですよねまあしますよ、うん、します全然あとのところはもう基本僕が考えて遂行していかなきゃいけないので、うん、だから新店舗作るときはこうなんていうんですかね イイメージしてアイディア出しててアアデ出妄想しての繰り返し妄想して、ね、はい一人で悶々としますこれから <laughs> その悶々は悶々としつつかつでも楽しい作業ではで、ね、そうですそうですなんかこう作り出す作業なんでこれが僕の一番の仕事かなって感じですねでもそうやってなかなか魅力的な作業ですよねその頭の中で描いてた飲食店が形になった時ってどんな感覚なんですか、はい、あえー、っと めっちゃ楽しいし、うん、そこがもしお客さんに満いっぱい来ていただいて満席になった時の光景っていうのは、はい、すごい気持ちいいんですけどはい、はい、なんかでもなんかもっともっと面白いの作りたいなーっていうのがどんどん湧いてきますね逆にあ,あ,あこうこうしてよかったとかっていうのあ,のあれ直しとけば<ー>こうしたらもっとこうだったなーとか<ー>そういうのはずーっとありますね「はいはい、焼肉屋さんえ山上の木屋町上がる」のほうですよねさあ 三城木ま地上がります上がるそうですよね、はい、大人な感じのとこで大衆的な焼肉屋さんのうのが、はいうですね、床付きで床付きでしょ、はい、そうですねあんまなんかちょっとお、うん、高級なところの焼肉屋さんはあるんですけど今回やる僕らみたいな大衆的なやつでは、ええ、まあな今までなかったんじゃないかなと思いますねうんうん、うん、いや非常に楽しみですねこの大人ハオも大人ハオって値段が大人ってことではないんでその お料理とか、はい、雰囲気が今までのハオよりちょ,っとこうちょっと落ち着かそうかなみたいなねあのハオの五箇、ね、町のお店は若いお客さんがすごい多くて、ねね、学生さんとか若いカップルが多かったと思うんですけどうん、うん、開放的なイメージで、うん、だからそことまあそのメニューはあれだけども店の雰囲気が少しだけトーンを落とすみたいなはい、はい、なるほど あのー、30代40代50代の方もいっぱい来てたんですけど、ええ、一番最初だからそれがもともとの,その想定してるお客様の年齢層だったんですけど、はい、その後にあのにインスタグラムがすごい流行ったので今の状態になっちゃったというかもうだい,だいぶありがたいことなんですけどインスタで拡散されすぎちゃってあ<ー>こうなんか若者の店みたいな感じに。 ちょっっとなったのでで、はい、それもね、いいことではあるでいいなんすだからもっとなんかこう、今まで来てたおじ様たちとかうん、うん、お姉様方とかにも来てほしいので、はい、ちょっとカラスもやろうかなとあちょっとね私あのここ町を見せるときちょっといつも最年長感を感じるので <laughs> そうですね <laughs> そうでしたね,ねあのそのね市場新町のオフィス街であればまあ普通にね そうですね。受け込めるんじゃなかろうかなと、はい、私だ同年代の人も楽しめるんじゃないかなと。はい、まあもちろんあの今の五湖町の子も楽しいところで、はいはい、開放的で素晴らしいロケーションではあるんですけれども、はい。おやさんはね、じゃこれからどんどんまあ年末に向けて忙しくなるわけですよ、ね。そうですねい。いいですね。締めくくりとしてはこうテンション上がるというか。うんうん。この。 めっちゃいい店作って、年越しを迎えたいなという、はい、ちょっとテンションは今高いですね。そうですね。もう、なんか、11月も末になってきたら、うん、もう1年終わりか、みたいなムードになるじゃないですか。うん、<laughs> なりますね。の、ね、あと、なんかもう消化試合みたいになる人も中にいるかもしれないですけど、<laughs> 明確にそういう2店舗をオープンさせるという目標があると。はい、もう僕の目標はもうその2店舗に行くという。そうです。<laughs> <laughs> すごい、受け身の目標が年内できましたから。ありがとうございます。はい、楽しみにしております。 えー、それぞれのお店について最新情報などは各お店のホームページをご覧ください代表して「洋一的天津酒場ハオの電話番号をお伝えします075-231-3020075-231-3020になりますそれでは親川さんからラジオをお聞きの皆さんへ一言メッセージをお願いしますはい、えー、皆様いつもありがとうございますえーとまあまだコロナ禍、まあ、日常に戻ったといってもまだ、あ、気が。 え、休まれない状態ではございますが、もしあの、外食される際には、僕らのことを思い出してくれたらいいなと思います。これからもよろしくお願いします。本当に桜グループの飲食店はもうね、雰囲気も楽しめる、楽しい。 味だけじゃなくてそういう店のなんね雰囲気も楽しめるのが、えー、本当に持ち味でございますから皆さん行っていただければ幸いですお話を伺いましたのは株式会社さくらグループ飲食部門全体の責任者親川翔吾さんでした今月もありがとうございました,ました来月もお楽しみに最新さくらニュースのコーナーでした、はいえー、花村さんにメッセージが届いておりますラジオネーム、うん なんかちゃんと届くんですね。はい、ラジオネームみかんさんからいただきました。はい、墨田様、花草観音様、はじめまして、こんにちは。はい、いつも楽しく聞かさ、聞かせていただいております。花草さんのご出演を心待ちにしておりました。はい、ご本はすべて読ませていただき。ありがとうございます。最新本の果ての海のラストは、こうくろか。とい。思わず唸ってしまいました。はい、大変読み応えがあり、面白かったです。はい、さて、今回はお二人に私の悩みを聞いていただきたいのです。はい 仕事の関係である男性と揉めてしまい喧嘩別れになってしまいました、うん、原因はメールでのやりとりの中でお互いの思い違い勘違いが重なりお互いの誤解が解けないまま終わってしまいました最後に直接会って話し合った時は激しく罵倒され悔しい思いもしましたが誤解を招いてしまった私にも責任があるとそこは我慢することにしました ですが私が許せないのはその2人のメールのやり取りを全く関係のない人たちに彼は複数人に見せているようでういかに自分が被害者で私によってつらい思いをさせられてしまったのかということを吹聴調しているらしいのです。 この事実を知った時は愕然としました。もう彼とは取引が終了したので、直接関わることはないので、終わったことと気にしないようにしようと心がけているのですが、私の知らない人に私に対する怒りをぶつけているのかと思うと、怒りや恐怖の思いが湧き起こってきます。うん、このもやもやした気持ちをどうすればよいのでしょうか、アドバイスをお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いいたします。 あの本当に今って簡単にねやっぱメールとか LINE とかさらしますしスクショ取ってっていう、はいまあ、実は私もねあのなんか変な DM とか来たらね、うん、スクショ取ってなんか試合に送っ,やってりますよ、ね。予 <laughs>、うん、い行きたい言うてる<う>おっさんのね、うん、スクショちゃんと取ったんですけど、うん、<laughs> でも、ね、やっぱ近い人間関係でそういうことを、はい、なんかするのにみんな罪悪感がなくなってるけど本来これってでも法的に。 それこそまたこの話題出したらですけど小室圭さんのお母さんの元婚約者とかメールがめっちゃ出てるじゃないですか個人的ないいのかってプライバシーを侵害になる部分も場合によってあるかもしれないしあるいはそれでもしかしたら営業上の損害がこのみかんさんに出てるんであれば法的な手段も取れる可能性もあるかなと思うんですけどそこまでは考えていらっしゃるのかな。 うんまあ、まあこのもやもやでも関わることがねないっていうのが本当幸いで関わるんだったらちょっとなんかお灸据えたくなりますけど、はい <laughs> うん、花渕さんのねこの「平家日記」でも出てきますけど<ー>昔は花渕さんはなかなかその不快なことがあってもそれを不快だと意思表示できんかったとできなかったですね、うん、でもそれを最近はもうすぐにするように不快やという意思表示をするようにしてるって書いてらっしゃいましたけどだからまあ分かんない 相手がね分かんんないと本当繰り返してくるんですよね、はい、でもまあそれもねもし本当にこの相手とねあのこのみかんさんが仕事を続けられるんだったらもう絶対行った方がいいと思うんですよまたされるから延々とされ続けるからた、うん、だらもう関わらないんだったらね、うん、もう本当ねもう本当に心の中で呪うだけあのー、本当にねだからまあ相手の男性は、うん、言ったらその。 このみかんさんの周りをちょろちょろしてるわけじゃないですか。ね、あの、うん、僕の中でジャイアントババ理論っていうのがあって、うん、あの、ジャイアントババっていうのは、自分の弟子のジャンボ鶴田とかに、あの、いつも言ってたのが、 リングの真ん中でドっシととーどっしりと構えてたら周りの他のレスラーがあ対戦相手が周りをぐるぐる回り出すと、うん、それを見てるとあのどっちが強い弱いっていうのを観客に<ー>やっぱり周りでドっシー構えてるが強く見えるぐるぐる回った人間は弱く見えるとそうなんですだから、まあ、あの真ん中で構えとけというような話をしてたらしくて、うん、でそれはあのプロレスの話なんですけど高田信彦がヒクソングレーシーとリアルファルトでやった時に、うん、本当にあのねもう。 リングが鳴るなり、高田がヒクソンの周りぐるぐる回り出したんですよ。<laughs> ぐ,るぐ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 るって回り出して、あ,<ー>あ、馬場の言うてたことやって思って、そこは僕あの人間関係においても、ジャイアント馬場理論を適用してて、あのね、ちょこまがする人っているんですよ、うん、周りを。うん、でもそれってね、あの、第三者が見たら、どっち、まあ、その、なんでも勝ち負けあるわけじゃないですけど、まあ、どう、 考えるかって押して知るべしと言いますかその情景を見てね、うん、このみかんさんの周りをぐる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 回ってる男と何も言わないみかんさんと第三者は仮にその男性からそれを言われててもどう評価するかっていうのは、うん、ね。本当、まあ、ねあのわかるんですよ、うん、それはね、うん、冷静になったら、うん だからもう逆にもうこの男の人とまた関わっていっちゃったらいつまでも続くしもし関わるというか例えばメールとかで抗議したらそのメールもまたさらされるしあまたね相手しなかったらもう向こうも忘れるしうん、うん、こっちも忘れるのを、ね、待つしかないんですよねややこしいことになるよりもしまた再び関わることになったら話は別ですけどね。 が続くんであればほんまに不不快快な時は不快やって、ね、言うべきやし、うんね、それこそこういうことをさらすのはもうこういう罪になりますよってもう弁護士引っ張ってきてやった方がいいと思うんですよ。私でもいいですしあるいは長谷川君とかね、うん、大谷君とか、うん、香川照先生もいいですしあのそこは別途ご相談頂い,いて、うん、もしそれが法的な問題になるかなっていうのがあればねそれでいいと思うんですけどまあほんにねその人間関係のこういうあつっていうのが あの私は自衛だから、うん、それを極力減らせてる状況ではあるんですけどす、ねうん、まあそういうでこの方もこの文章を読限り自衛なのかなあのそういう会社勤めなんかっていうのはちょっと分かんないですけどやっぱりもうその囚われてるそこから離れられない環境の人も多いわけじゃないですかそうなんですよね,ね、うん、結局仕事ってまあ仕事内容そのものだけど人間関係すごく多くて辞、うん、めるのって割と人間関係だったりしますからね。 うん、バスガイドもそうですよ、あの仕事辞めんとんって、大体運転手が嫌いとか、そんなにそういうもんですか、バスガイドになりたくてなってる人だから、仕事の内容自体は絶対好きですもんね、きっと。だから私やってるバスガイドとか、派遣なんで、割とみんな、一回辞めた人が入ってくるんですよ、はい、そしたら割と人間関係がないんですよね、一日だけの付き合いだから、ははははめっちゃ嫌いな運転手でも、で今日だけの我慢や、今日だけ笑顔や、言う<ー>てやってるからね。<laughs> でも、うん、同じ会社ととかかかだとそうはいかないなら まあ働き方ですけどやっぱ人間関係すごい重要でで我慢するとねあの、うん、本当心身とともに病むしうん、うん、あと相手がつき上がります、うん、で言ったらね例えばそういうことを意思表示したら、うん、そういう人だって他の人も同じように思ってる可能性が高くてその人に対するみんな思ってるけど言ってなくてっていう状況もねありますから。うんまあ だからね本当に嫌なことは嫌とはね、うん、言った方がいいと大人になってつくづくづ思いますね、うん、僕、だからあ,あんまり具体的に言ったら問題ありますけどあるところでそなんかあ,のある人の対応に対して怒ったことがあってうそおかしいでしょみたいなことを言ったらその,その人の部署の後ろにいる人がめっちゃ喜んでる感じだったんですよ。 ありましたねそういうこと絶対他でもしてるんですよいやと思うんですよ気になってるけどその僕らはほんまにでもその常に、ね、同じフロアにいる人は言えないっていうもしかしたらそのせいで後から気まずくなっちゃったかもしれないけどもだからそれは多分その違和感感じるとすればそこをねあの共有してくれる人もいるはずやし。 うん、昔より今の方がねそういうことって声を上げやすくなってますからねそうそうもし本命さん同じね職場にそういう人がいたら本当にそれがもうハラスメントに当たるようなことやったらうん、うん、ちゃんとそう,う対策を講じないといけない義務が会社にはあるわけでだ、うんうん、からは本当にねあのみかんさんだけじゃなくてそういう人間関係で苦しんではる人はあの無理やって諦めん方がいいですよねうんかその ねえ、いや、それは、あのー、ねえ、墨田も花房も、あの、そういう言える性格やからとかって思われるかもしれないですけど。あまあでも私は本当に言えなかったです、昔。で、僕も本当に後天的に、なんかあの、うん、職業の影響を受けてとか、あるいはその、今まで見てきててとか、うん、例えばあの、そんな僕ね、言うタイプじゃなかったですけど、やっぱりね、弟子の時に巨人師匠と阪神師匠見てて、うん、あ、 やっぱ怒らなあかんねやみたいなねあったんですよ、その阪神市長が、うん、あの、まあ、まだ具体的には言えないですけど <laughs> <laughs> あの、暴れてはんの何回か<ー>あ、でも人間は、あのそういうあ、こういう時は怒らなあかんねやみたいな、僕、十8の時わ分かったし、私、だからね、前、バスの運転手さんに、ガイドさん、みんな目がきついから分かるって言われて、うんうん、あ本当だって思ったんですよ、な、うんで,で目きついかって言ったら、まあ、結局、性格きつくならざるを得ないから、それが目に出て、うん バスガイドって割と本当にあの、まあ、ニコニコしてるからお客さんにも運転手さんにも添乗員さんにもなめられるというかうん、うん、でもやっぱりどっかで、ね、もうその触られることとかでも、うん、嫌なこと嫌って言わないと本当にあのエスカレートして自分が嫌なあの、ね、で他のガイドさんも嫌な思いするし、うんはい、だからちょっとバスガイドってフリーランス的なこともあるから嫌なこと嫌って言わないと本当ねあの仕事続けられないからみんな目がきつくなるんだなって思いました。 あのねみかんさんもあの参考になったかわかんないですけどまたね、あの花芽さんは来月も登場していただきますんで、はい、そうなんです、はい、来月はクリスマススペシャルですかねのの恋愛の相談を <laughs> たくさんいただきましたらもう我々二人がいたら恋愛のことで解決できないことありませんから。全部、はいはい まあそんな恋愛他者だってね2人ともこんな人生を送ってないと思うんですけどはい私も恋愛はあ,あまり、えー、数少ないとしか言いようがないんですけど離婚事件はもあまたの離婚事件を担当しておりますので、えー、はい <laughs>、はい、というわけであっという間にエンディングでございますえー メールですね、おメールアドレスは変アットマーク KBS.KYO と k k まで来週もメールをお寄せください来週はですね香川照江先生が久々の登場で、えー、加えてですね初登場になりますビタミン K シンガーソングライターのユミークさん女性1人と男性2人という新体制でなんかラジオっぽいでしょラジオっぽいですね,ね女性のそういう歌手と男2人というかなんか。う ラジオの基本的な形に戻って戻ってというこれ初めてなんですけども <laughs> では来週もお聴きくださいせーのは「はまぐりはまぐり」